北海道道82号、西のまこまない清田線は、北海道札幌市西区と豊平区を結ぶ、道道である。全線が、札幌市管理路線となっている。大倉山とも岩山を大きく回り込み、豊平川を渡って、札幌市の西港と南港を通じさせる道である。起点から、札幌県都市計画道路の西の東田通り、山の手通り、丁寧左小通。 逸話通、水源池通り、福獣草園通のそれぞれ一部にあたる。2010年に策定された、道央都市圏の都市交通マスタープランでは、都市圏の骨格道路網を構成するに高速3、連携2環状13放射道路の外環状を構成する道路として新たに位置づけられた。中央区と南区の境界にあたる小林峠付近は急勾配。 急カーブのアイロであるため、トンネルによる、新ルートで改良する事業が進められ、2017年2月3日に、番系北の沢トンネルが開通した。道路線の内以下の区間は、札幌県都市計画道路として、都市計画決定されている。逸話通を通す、五輪大橋小林峠峠,峠峠頂上には、石碑がある起点から南西に進んだ後、左折し、 山の手通りとして南東に向かう。西の三条二丁目で右折し、手稲左小通となりことにはっさむ川左股川の谷に沿って山側に向かう。西の福井の住宅地を抜け、中央区番系に入ると番系側に沿った山間部を抜ける道となる。萌岩山の南側の小林峠を番系北の沢トンネルで抜け南区北の沢に入ると、 再び市街地となる。川沿いから五輪大橋で豊平川を渡り、真駒内な積水ハイムアイスアリーナ等がある、真駒内公園の中を通る。真駒内な墨川を経て、豊平区西岡で左折し、水源池通りとなった後、右折し、福重草園通りとなって終点に至る。途中、正人川、もち寒川、月寒川を渡る箇所では、 谷が深いことから、急勾配を避けるため、長大な高架橋や森土で、谷間の住宅地を渡っている。豊平区、福重の福重草園通園線にある施設など。ありがとうございます。